関門トンネル。関門トンネルは、山口県下関市と福岡県北九州市を結ぶ、国道2号のトンネル、海底トンネルである。山陽本線の同名のトンネルと区別するために、関門国道トンネル、関門国道トンネルと呼ばれることもある。関門海峡の海面下に掘削され、西日本高速道路九州支社が管理する、有料道路のトンネルである。 鉄道用の関門、鉄道トンネル、山陽本線、新関門トンネル、山陽新幹線と並び、関門海峡、早友の瀬戸の海底下で貫通する三本のトンネルのうちの一つで、道海峡の道路用トンネルとしては唯一である。1958年、昭和33年に開通し、徒歩でも通行できる人道トンネルも併設されている。 日本道路公団等民営化関係法施行法第26条により通行料金は維持管理有料制度を根拠として徴収されているとから料金の徴収期限は設定されていない。山口県と福岡県の県境は関門海峡の海面下56メートル、車道内市58メートル、人道にある。関門海峡を貫いて 本州と九州を結ぶトンネルは、1942年、昭和17年に、関門鉄道トンネルが先に開通していた。道路のトンネルは、関門海峡の最強部である早友の瀬戸の下に建設されることになり、鉄道より遅れた1937年、昭和12年に、四屈道工の掘削を開始し1939年、昭和14年に完了。同年、 本校掘作に着工し1944年昭和19年12月に貫通したがトンネルの掘作に適さない地質であったことや第二次世界大戦の勃発で資材不足に陥り相次ぐ戦災で1945年昭和20年6月内市は7月に工事を中断するなど工事は混乱を極めたその後1952年昭和27年に 道路整備特別措置法による有料道路としての工事を再開し着工から21年の歳月をかけて1958年昭和33年3月9日に開通した走行費は当時の金額で約57億円である海底道路トンネルの誕生は本州から九州まで徒歩でも渡れるという話題性から全国から観光客が集まり 散歩を楽しんだと言われる。海底部の780メートル間は、深淵断面の上3分の2程度が、車道、原付き通行止め、下3分の1程度が、人道の2層構造になっている。前後のアプローチ部は車道のみの構造となっており、この間に、歩道はない。そのため、車道を通行できない歩行者、軽車用、原動着付自転車は別のルート、人道、 公日を迂回する、要案内看板が掲出されている。かつては、本州側の人道室入口付近に、下関 PA、九州側の車道入口付近に、文字パーキングエリアが設置されていたが、2006年2月28日に廃止されている。ただし、下関 PA があった場所は現在、ネクスコ西日本が運営する、関門トンネルに関する資料展示施設。 関門プラザとなっている。本州側は、下関インターチェンジとつながっており、国道2号本線及び、山口県道258号、竹久向野線と接続している。本州側のアクセス道路が、下関インターチェンジと一体化している関係で、複雑な構造となっているが、下関インターチェンジの主たる、接続道路である。 山口県道57号下関港線とは直接接続していない。一方、九州側は国道2号本線と接続しており、300メートル先の大井松公園交差点が国道2号と国道3号の接続点、福岡県道72号黒川白野へ東本町線と間接接続している。地上部と海底部の境目には非常口があるが、 他の道路トンネルと異なり、後日の非常階段に直結しているため、大飛行は設置されていない。海底トンネルであるため、道路法の規定により、タンクローリーなどの危険物積載車両は通行できない。リフレッシュ工事などにより、通行止めが長期にわたる場合は、関門橋、関門自動車道が迂回路とされ、関門橋が関門トンネルと同額で通行できる。 特例措置が取られる。ただし、事故などの一時的な通行止めの際は、この特例措置は適用されない。トンネルポータルは、地域の特色を表し対象となっており、フグが口を開けた絵が描かれている。換気方式は、放流換気方式を採用している、工術。24時間交通量、大道路交通センサス。平成22年度は、リフレッシュ工事のため、 調査されなかった。歩行者、自転車、50cc 以下の原動機付け自転車が利用できる幅、4メートル、長さ約780メートルのトンネルで、徒歩で約15分ほどで、関門海峡の海底を通り抜けることができる。両端とも、国道2号に接続していないが、車道の直下に位置している。関係上、人道も、国道2号に指定されている、国道2号車道に対する、 自転車歩行者道の扱い。後に、下関側文字側とも高校の右側の部分に、国道標識が取り付けられた。地上と地下の人道トンネルの間は、下関側文字側とも、専用エレベーターを利用する。なお、エレベーターとは別に保守、非常避難用の階段が設けられており、車道と兼用である。実際に、間関平が、 アースマラソンで通行した際にはこの階段を使用した。通行料金は、徒歩は無料で、自転車と原動機付自転車は、下関側の人道出入り口に設置されたポスト上の料金箱に現金または回数券を投入する。なお、ポストからやや離れた場所には詰め所があり、人道部の監視員が常駐している。監視員に自転車の料金。 回数券を渡すことも可能である。共用時間は6時から22時までで、深夜は閉鎖される。交通ルール上は歩行者専用道路に準じた扱いとなっており、トンネル内は右側通行で、車両、自転車及び原動着付自転車は、エンジンをかけない手押しでの通行。道路交通法上、歩行者扱いなる、乗車しての通行は認められていない。 監視カメラが設置されており、乗車して通行すると、トンネル内の拡声器で注意される。本州、九州側双方には、注意を促す看板が設置されている。この扱いは、車道が集中工事などのために、長期通行止めとなる際に原付などの迂回路となる、場合も同様である。人道トンネルの内面は、壁に、海藻や、魚、天井に朝、昼、 夕、いう、夜の空が描かれている。日常の移動手段としてだけではなく、雨、日焼け対策が不要なジョギングウォーキングコースとして利用されているほか、下のとも事故を結ぶ観光周遊ルートとしての広報もなされている。両側の入り口には、関門の観光マップや通行記念スタンプも設置されていて、旅行の記念に押す人も多い。なお、人道トンネルの横のスペースは、 車道用の換気ダクトとなっており、新鮮な空気を車道に送り込む役割を果たしている。1939年に掘削された1008メートルの試験動向、パイロットトンネルは、そのまま現在のトンネルの水抜き口として活用されている。海底トンネルの特殊性を考慮し、4本の換気立て口の最底部に設けられたポンプ室を通じて、地上に排出される。 トンネル湧水は岩盤亀裂の多い下の関側で多く生じているが、下の関側、文字側の双方から排出されているという。海底トンネルという特殊性と通行量の多さによる老朽化や損傷が見られることから、抜本的補修のために1979年以降、およそ10年ごとに集中工事、リフレッシュ工事が行われている。実施時期、人道トンネルへのアクセス。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。